どうも皆さんこんにちは、ボクシングです。今回はですね、なんと30万人突破おめでとうございます。ということでね、質問コーナーをしていきたいと思います。はい、ということでツイッターで2月13日質問コーナーやりたいと思いますというツイートをして、なんと785件の、返事いただきました。ありがとうございます。早速質問コーナー読んでいこうかなと思います。おう、YouTube をやり始めたきっかけというのは何ですかというのがあるんですが、私自身ですね、 YouTuber になろうと思ってませんでした。正直大学3月1年前ぐらいに卒業して、それからゴルフをやってたんですね。でゴルフやってたんだけれども、雨が降ってゴルフの活動ができない、どうしようってなってた時に、ちょっと前まで趣味程度で本当になんていうのかな、ゲームをやっていた時に配信してたアカウントでやっていたらですね、突然ボーンとそこが伸びてしまいましてですね、そしてまあ、ゴルフというのはプロというのはね、本当にね狭き門なんですよ。本当に狭き門で、どちらかというと10年間でプロになればいいやぐらいの本当に狭き門なんですよ。そう考えると、まあ YouTube の方がいいのかなって言って、もう切り替えが早かったんですけど、そんな感じできっかけっていうのはなくて、もうなんか本当にわからない、もう急にボーン行ってボーンボーンボーンってトントントンってきちゃったんで、でもやっぱり僕としては面白いことを皆さんに伝えれればなと思います。はい、以上。ゲーム、ゴルフ以外に始めてみたい趣味はありますか？いや、趣味ないんだよな、本当に欲しくて。なんか本当に買い物とか趣味とかあるじゃないですか、釣りとか。今の季節だったらスノボ、スキーとかあるんだけども、僕本当にね、趣味がない。趣味って言っていいのかわかんないけども、やってて面白いなって思うのはカジノ。身近な趣味があったらね、ぜひぜひコメント欄で欲しいぐらいな感じです。趣味はございません、すいません。あ、エマちゃん触るぐらいか。続きまして、 YouTube はいつまで続けますか？あと、やめたいと思った時はありますか？僕ね、 YouTube やめたいとは思ったことはないですね。ないです。もう楽しくてしょうがないし、楽しくてしょうがない、それしか言えない。本当になんか合ってるなって感じするんですけど、一度僕がちょっと荒れてた時期、その辺はちょっとね萎えてましたね。まあ理由は察してください。やめたいと思った時は何度かあるけど、今はやめたいとは思わない。はい、続きまして、好きな寿司ネタは何ですか？僕ね、かっぱ寿司ね、前まで行ってたんですよ。前までっていうか中高生ぐらいまでは行ってて、かっぱ寿司行ったらこれと味噌汁しか飲まないっていうのがあるんですけども、皆さんほとんど知ってると思うんだけど、僕ねコーン大好きなの。もうコーン大好きで、コーン4缶もう新幹線プシュってきて4缶プップって、あまり多いとなんか店員さんが持ってきたりするんですけども、コーンが大好きです。はい、とにかくコーンだ、コーンラブチ。フォートナイトの質問なんですが、かなりすごい成績ですけど、実際配信外で練習しているサブアカとかありますか？僕ね、初心者の頃からもうずっとボクシング CH ってアカウントを使っていて、サブアカとかで練習したり、タイマンとかその練習はほぼほぼしないです。本当にしてない、ほぼほぼっていうか、最近ちょっとクリエイティブとかあれでちょっと建築パパってやって配信を始めることはたまーにありますが、もう本当にもう配信以外ではフォートナイトはやらないです。配信をする前にやることだったり心がけてること、生放送する前っていうのは何を考えてるかっていうと、何も考えてない時ももちろんあるんですが、あ、この配信はちょっと面白おかしくしようとか、この配信はちょっと怒りっぽくしようとか、最初にテーマを決めてやってます。なので、なんていうんだろう、切れてる切れてるっていうとか面白いとか、そういうのも全部ちゃんとイメージしながらやっていて、たまにね面白いとんでもないことが起きたりもするんですが、ほとんど僕は計算してやってます。はい。でちなみにこの質問コーナー2回撮ってるんです。1回目ちゃんと撮ったのに録画できてなくてダメだったんですけども、2回目なんで、この質問、浦田さんにいたずら電話これも2回目なんですけど1回目録画できてなかったんで2回目もしちゃうよっていうことで、浦田さんすいません。じゃあ浦田さんに電話していきまーすちなみに2回目です。今1時11分。いやね、録画できてなくてじゃあ2回目かけていきたいと思います。じゃあ Oh my goodness I say must って言おう。 Oh my goodness GG I say must Thank you。 はい、飲み行こうや。あ、飲み行きましょう。はい、すいません、1時に。
ボクシングって音楽聴くの？音楽は基本聴きません。中学生の時は結構エグザイル、ボクシングさんが叩かれたので僕の家の近くに隕石が落ちました、どうしたらいいんですかって。これあれだな、この前の動画の最後見てるな、これな。ありがとうな、最後まで見てくれて。 Thank you。 炎上しようと思えばできますか？この質問はね、かなり難しいと思うんですが、炎上しようとして炎上は多分できないと思います。これはね、もう人間の心理っていうか、炎上しようと思っても絶対できない。でもどういう状態になったら炎上するのかっていうのは僕は知ってるんで、本当に炎上したいっていう人は言ってください。これ自分だけの問題じゃないんです。自分だけの問題っていうか、周りがいないとできないですね。できるかできないかっていうのは僕が言えます。この状態でこういう風に炎上はできますかっていうのを聞いてくれれば、できるかできないか言います。炎上研究家なんで。すいません、どうでした。ボクシングさん、サングラスは取らないんですか？僕ね、取れない理由が一つあるんですよ。でそれは言えないんだけども、その問題が解決したらすぐに顔は出し、サングラス取ります。マジで気にしてることっていうか、僕そのメガネドゥガーンとかブーンとか怖いとかじゃないんだけども、ちょっと僕のね問題があるんですよ。だからその問題が解決したら、ちょっとサングラス取ろうかなとは思ってるんですけど、まああんまりね、サングラス取っても取んなくても変わんないんで、まあいいのかな。まあ透けてるしな、もうほぼほぼ顔出ししてるから。ボクシングさんが好きで仕方ありません、結婚してください。男です。役所に行く準備はできました。あまりよろしくない質問がばっかなんですよね。例えばちょっと僕にはちょっと理解できないような内容があるんですけど、ボクシングさんの身長が高いのはよくわかりました。ボクシングさんのボクシングさんも大きいんですか？気になって夜も寝れません。絶対に答えてください、よろしくお願いします。僕ね、このボクシングさんのボクシングさんっていうのがちょっとよくわかんないんで返答しづらいんですけども、まあわかんないですよ、わかんないですけど、ボクシングさんのボクシングさんもちょっとでかいんじゃないんですかっていう、何がでかいのかわかんないんですけども、かわいそうな、せっかくリプくれたんでね、小さい頃はどんな性格でしたかっていうのが、小さい頃ってどの辺まで小さいっていうのかわかんないんだけども、小学生ぐらいの時からもうスポーツ少年で、幼稚園の時もやっぱ運動してない割には足が速かったりしてたんで、やっぱスポーツがやっぱできるのかなって。性格上は静かでしたね、本当に喋んなくて。でなんでこんな喋るようになっちゃったのっていうと、中学生ぐらいまでは全然なんか、まあ中学生、いやでも小学生からうるさかったな。うるさいっていうか、面白おかしく、面白おかしくっていうか、そのお笑いっていうか、お笑いとかにはすごい興味ありました。ボクシングさんの大切な人と大切なものは何ですかっていう質問なんですが、僕ね、大切な人っていうのがいるんですけども、それはやっぱ家族、家族は絶対大事で、僕反抗期の時とか全然分かんなかったんだけども、やっぱりね、家族っていうのは絶対救ってくれるし、味方でいてくれるんですよ。血のつながってるっていうのがやっぱ一番でかくて、家族は絶対大切にしようかなと思います。で反抗期の時にそんな分かんないよっていうのも全然僕は理解できるし、僕も理解できてなかったんで、二十歳超えてからとか、自分がお父さんお母さんになって、の子を育てる難しさっていうのは、僕がなんか親父になったらどうなっちゃうのかとか考えると、お金の面もそうだし、やっぱすごいっすよね。自分を犠牲にして、自分たちまでを犠牲にして子供を産むっていうのがどれだけ大変なことかっていう、お母さんにこの前聞いたら、いや自分たちの時間をどれだけ犠牲にされようが、苦しい思いしようが、お金がかかろうが、その何千倍のも幸せをもらえるってお母さんが言ってくれてたんで、あ、もうそういうことなんだなって感じですね。だから僕はもう親に感謝してるし、これからも親孝行どんどんしていこうかなと思います。はい。あと好きな大切なものなんですけど、大切なものってなくて、多分携帯ぐらいかな。あと何もいらない気がする。大切なもの携帯っす。本当にしょうもないですけど携帯かな。最後の質問、ボクシング様ずっとあなたのことが、ちょっと待って、ボクシング様ずっとあなたのことを応援してました。ボクシングさん、イケボで何か僕に言ってください。お願いします。じゃあ行くよ。聞いてください。ずっとボクシングス、僕を、ずっと僕を応援してくれてるリスナーさんへ。Oh my goodness! I thank you! ラブチっていうことで、ありがとうございました。ではこの辺で第1回か2回か知らんけれども質問コーナーを終了したいと思います。皆さん本当に30万人ありがとうございました。